マレーは今在社のが社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思うんですが、社会の裏側というか、今日はとある映画の裏側を皆さんと一緒に勉強していきたいなということで、早速なんですが、迷子になった拳の監督の今田さんです。どうもよろしくお願いいたします。ドキュメンタリー監督の今田です。よろしくお願いします。ドキュメンタリー監督だと今田哲司、今田さとしで、さとしかあれでしょ、はい、通り名もあるんですよね。タートル今田とも呼ばれております、はい、熟女人妻旅情ドキュメンタリー AV のまあ第一人者です。もともとは、もともとは、はい、はい、で AV 監督をされていてのドキュメンタリーの監督の兼業っていうわけじゃなくて、もともと会社所属の AV 監督だったんですね。そうですね、テレクラキャノンボールとか、はい、だからもうご存知の人はご存知だと思いますが、はい、テレクラキャノンボールにも出てました。でまあだから僕もそれ知ってたんですけど、あれあの人って AV 辞めたんだっていうのは話を聞いた時に、一番最初に映画で監督名見た時にあれと思ったんです。でも辞めてどうなってたのかとか、その過渡期の部分がまんま映画になってるんですよね。そうですね、はい、あいつはどこ行ったっていう状態が4年間続いて、うん、4年目にこんなの作ってましたみたいな映画が、びっくりでしたけどね、はい、でもその4年間で別にその AV をやってたとかじゃなく、まさかの迷子になった拳ってミャンマーラウェイという競技を取り巻く全てを今田監督がこうずっと映していく4年間にわたって、それがなんかね圧巻だったんですよ。ありがとうございます。面白かった。本当好き嫌いが分かれるかもしれないです。だって流血もすごいし、男同士の嫉妬、足の引っ張り合いもあるし、でそこへ来て取り巻く環境の変化とか、お客さんがどう見るのかとか、また日本格闘技界っていうものがこう浮き沈みがある中で、下げからのちょっと上げになってきて、で大晦日っていうものがどう映るのかっていうのがあるじゃないですか。那須川天心と試合がしたい、はい、K1 大晦日でやりたいと言って、あの明らかにこうラウェイを使ってこう行こうとする、ってそれをまた良しとするラウェイで、別にそれをなんていうか、そのままこう、うん、ラウェイがなんかみんながこういろんな人が通り抜けていくんですよ、あのラウェイという競技を日本でやった。よくまとめましたね。僕今自分で説明しようとしてまとまらなかったんですよ。よくまとめましたね。すごくないですか。もう1年ぐらいかけましたからね。もうやっては崩し、やっては崩しでも、ね、正直僕ざっと説明しようとしただけでパリ食ったんですよ。あれまとまらないと思って。いや本当に、ま、なんか見てみるとあスッと流れるけど、今の説明で多分みんな分かんなかったと思うんですけど、今言った要素が全部入ってるんですよね。うん、すごくて、だから感想も書けないっていう人が多かったり、はい、2回目見てやっと分かったとか、うん、なんか好きな見方をして見るのがいいのかなと、ね、金子選手多分フィーチャーしてたと思うんですけど、あれは最初からそうしようと思ったんですか。そうですね、それはもう制作会社から金子くんを主人公で、金子くんのサクセスストーリーを撮ってほしいみたいな、ま、うん、っすぐなラベー映画っていうんですか、うん、そういうものを撮ってほしいっていうふうに言われたんです。うん、それがあえて言っちゃうとネタバレにならないと思います。あのむしろそれ知った上で見てほしいっていうか、うん、まず監督がクビになります、会社を、はいはい、で金子選手がちょっと違う方向に行くんですよね。でそこにトケシ選手がなんか入ってきて、入ってきて、まあ、最初からいるんですけど、トケシ選手の比率がこう上がってくる、うんうん、選手同士の立ち位置とか覚悟とかがその中で交差していく。で監督の立場が最初はなんかサラリーマン監督として淡々と取ってたの、うんうん、なんか生活というか人生そのものをこう駆け出していくのがすごい分かる。どうなんですか、会社クビになってやることがなくなったわけじゃないですか。 そこでラウェイのドキュメンタリーにかけようってなんで思った。最初は本当に僕辞めるときに辞めますって言ったら、いろんな媒体の方に取材していただいて、その時に次は格闘技とかプロレス取りたいですっていうことを言ってたんですね、うん、その関係で依頼が来たんでは嬉しいと思ってやっただけなんですけど、うん、実はじゃあ別に自分から売り込んでとかそういう感じじゃない、普通にそれでファッとファッとやって、ただまっすぐなラウェイのドキュメンタリーを撮っても自分が面白くないなと思っちゃったんで、うん、どんどん沼にハマってったっていう。ラウェイ沼でしたよ。でもああいうドキュメンタリーやるときに運営とかブッカーとか間に入っている人たちとかの自宅まで押しかけてってインタビュー取るじゃないですか、はい、あれやりすぎじゃないですか。いや本当になんか格闘技を経験してる人とか、うん、ライターの人とかはよく
公開できましたねっていうことを 言ってくださって、はい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 、字幕に出てる名前結構知ってる名前が多くて、でしかも僕見直した時に一瞬しか映ってなかったりとか、え、この人あそうなんだみたいなのとかすごい多くて、はい、よく許可取れました。映ってる人は全員こういうシーンで使ってますっていうのを何人か人を介してとかいろんな方法で使わせてくださいっていうのを言って、じゃあ逆にあれには出てきてないけどダメですって言った人もいたんですか？ダメですっていうのはもうこれ言っていいのか分かんないですけど、さっきの大道塾の市原さんとかは見つからなかったから動画は使えなかった。村上さんに関してはもう連絡が取れたので、うん、って監督のネットワークを駆使しても市原先輩にはたどり着かなかったんですか？有名な記者さんとかにもいろいろ聞いてみたんですけど、うん、本当に見つからない。ちょっとでもあれですよね、監督的には市原美濃希ストーリー撮ってみたくないですか？そうです市原さんはやっぱりラウェイの試合映像もすごいいいんですよ、バック&ブローで、うん、ミャンマー人をブーンってぶっ倒すとことかすごく良かったんで、うんうん、まあちょっと話はそれますけど、そういう日本人が挑戦してる競技だったっていうこと自体は知ってました、うんうん、ラウェイ自体もともと知ってました？ラウェイは僕はね知らなかったです。うん、どっちかっていうとプロレスの方が好きだったんで、はあはあはあ、格闘技よりも。トゲシ選手が今プロレスに行ってるのは監督の後押しなんですか？いや違う、あれは全然違う。トゲシさんもでも、はい、プロレスが好きだったと思うんですよね、途中でね橋本さんのテーマソングとかで、はい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 、ミャンマーで入場してますからね。でも横にいるんで聞いてみますか、それプロレスお好きだったんですか？元々僕らの世代は1988年生まれなんで、小学校低学年ぐらいの時にあの小川橋本さんがゴールデンタイムで流れてたんで、必死に橋本応援してるのに小川が ST をするっていう小川 ST をやめろっていう世代です指針がね、うん、がっつり入ってくるドキュメンタリー映画ってどこなんだろうって、うんうん、ただ監督の自分のね自分に対しての自分語りっていうのが入ってくることで、この映画が監督の中で商売じゃなくて自分の映画として作ってるなっていうのが分かってる瞬間っていうのが真ん中ら辺に来るじゃないですか。あれの時になんかこの映画に今田さんかけてんだなっていうのは、うん、なんか最初監督の立ち位置が見えなかったんですけど、はい、そんなさらにここまで巻き込んでいくんだって、なんかいろんな人の人生を飲み込んでいくじゃないですか、うん、でラウェイっていう日本ではまだまだマイナーな競技がその飲み込まれていくっていうのがもう僕見ててどこに落ち着くんだろうっていうのがずっと思ってたんですよ。で撮ってる側は撮ってる時はどうだったんですか？この映画ってどこに落ち着くんだっていうのはなんとなく見えてたんですか？いや見えてなかったですよ。これいつまで撮るんだろうっていうのも思いつつ、はい、でも面白いものは絶対撮れてるっていうのが確信はあって、はい、団体も2つの団体を撮ってたし、はい、こういうのは僕が撮るのやめたらこの映像って世に出ないじゃないですか、はいはいはい、だからそれはやめちゃいけないなっていうのは思ってて、ただどうまとめようかなみたいなのはずっと悩みながら撮ってました。映画で最後まで最後撮ったの2000何年まで撮ったんですか？2019年の末まで撮ってたから、うん、ほとんど2020年にかかるぐらいまで撮ってました、はい、あの僕あれで思ったんですけど、はい、あのドキュメンタリー映画ってどこで区切るって結構難しいと思うんですけど、そこで区切った意味って何だったんですか？もうこれは完全にコロナですね。コロナでミャンマーにもう行けないってなった時に、じゃあ本当の最後のラストはトケシさんがミャンマーに行ってあることをして終わろうって思ってたんですけど、実際コロナが明けるのを待ってるとこの映画のフレッシュさがどんどんなくなってっちゃうじゃないですか。それだったらもうガスガスっとこっからここまでの期間のに、うん、撮ったものですって言ってもう出しちゃうみたいな、そういう思いでぶん投げたような、もう無理やり終わらせたでしょうっていうふうに言う人もいるんですけど、もうその通りの映画なんですよね。で本来だったらもっとミャンマーロケとかもさらに追加してっていう感じになる予定だったんですね。すね、はい、あれはあれで、まあ、コロナだからっていうのもあると思うんですけど、まあ、ある意味ちゃんと落ち着きがついてるのかなっていう感じしましたけど、はい、そこで終わらせるにしてもそこに至るまでもうやめようかなって思うようなことってなかったですか？うん、続けていくのがしんどいなっていうのは正直何回もあったんですけど、やめようかなっていうのはやっぱり今まで撮ってきたものとか関わってきた人とか全部を捨てることじゃないですか、はい、だからそれはできないなっていうのだけはあったっていう。
正直でも手弁当ですよね、ほぼ。そうですね、最終的には出してもらったんですけど、うん、こういうのができたんで、うん、制作費出してもらえませんかって後から言った感じです。じゃあそれまでの4年間は全部自腹なんですか？そうですね、要所要所で金子選手が関わるところのミャンマーの渡航費とかは出たりするんですけど、トケシさんチームに関しては一切出してもらえないっていう。その選手によって予算がつくつかないっていうのは、その団体の力の入れ方ってことなんですか？単純に最初僕に発注してくれた人は、うん、もう金子選手だけのストーリーを作れって言ってたんですよ。で僕が勝手にトケシさんの出てる団体とかトケシさん自体を追っちゃってるから、その部分はもうはっきりと出しませんって最初に言われてしまって、それでも構いませんって言ってやっぱり行くんですよね、はいはい、なんかその気持ちっていうのは、まあ、僕もね映像作品ではないけど取材するときに、うん、発注とは違うこととかオファーとは違うことをやることって全然あるから、ね、ちょっとその気持ちは分かるんですけど、うん、でもそれをやっていくことでこう積み重なっていく作品であることは見たら分かるんですけど、うん、でもやってるときに迷いはなかったんですか？今ちょっと俺オファーと全然違うことしてる。あ、もうそれはね考えないようにしてました考えたら負けだと思って最大一番膨れ上がったそのマイナスっていくらぐらいまでいったんですか？ミャンマーに中村義之さんって出てくるじゃないですか、はいはい、その人とミャンマーに新正月に行くっていう時に飛行機代だけで30万ぐらいかかって、直行便でしかもニューイヤーの時だったんでめちゃくちゃ高くて、それがもう本当に辛いなと思ったとか。だってもう監督無職でしたからね、はい、その時に会社辞められてますけど、はい、クビというかね、はい、人員整理された後だったんで、ちょっと地味に皆さん考えてみてください。自腹でその何十万とかって急に出すとかやっぱきついですからね、普通にね、家計的に考えたら普通にありえないですから本当にだからそれは多分丸山さんとかが若い頃してたことを僕がおじさんになって、うん、経験してるって感じだと思うんですけど、ね、全然今まで撮ってきたものと違うものを撮るって、うんうん、うまくいかなかったことってありますか？ミャンマーが恐ろしいほど英語が通じないっていうか、サンキューとかそういう日常会話がまるで通じないから、うん、で通訳さんを入れると通訳さんが忖度をして下世話な質問は通訳さんのフィルターをかけて綺麗な質問にされちゃったりとか、そういうのがあるって。じゃあ監督はもし英語を通じたら制作費担ぎにちょっとこう旅情はみどり AV をその場でちょっとやったかもしれなかったもしもう本当困ってたらやってますよ国際問題ですか？それはもういろ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 もうそうだったらもう逆にもうできてなかったかもしれないですね。そうですね、はい、別の問題になったかもしれないですね、はい、トータル僕が変に熱く語ってしまいましたけど、とにかく見方がいろいろできる映画だと思うんですよね、うん、監督的にこのどういう風な見方をしてほしいとかそういうのはありますか？実際でも僕は映画とかを見て一番思ってほしいのこととか特になくて、いろ、うん、んな感じ方をしてほしいなって思うように、自分の答えはこうだけど、うん、本当に多種多様な人が出てきて多種多様なことを勝手にみんなしてくれるんでそれを楽しんでもらいたいなっていうか、今言われていろんなシーン思い出したんですけど、はい、脚本書けたりとか書けないっすよ本当に。大人たちがお前らいい年して何言ってんだよっていうことをやる、でもそれを撮ってるじゃないですか監督は、はい、それを含めてねちょっとぜひ見てほしい。人間関係のいざこざと格闘技と、で僕もう一個言っておきたいのは、格闘技の世界に救う、リングに救う、魑魅魍魎ってこういうことを言うんだっていうね、それは褒め言葉でもあるんですよ。だから普通の海鮮山鮮のやばいおっさんたちっていうのはこういう感じなんだっていう味がねものすごい出てるんですよ。多分もう昭和のプロレスとか好きだった人は止まんないと思いますよ。誰か俺と語ってくれっていう人が絶対続出する映画だと思ってますんで、はい、ぜひ、迷子になった拳、今映画館自体がねちょっと閉まってる、うん、タイミングで今収録しちゃってるもんですから、もしかしたら、それでまた変わってるかもしれませんので、そちらの方ちゃんと公式の方でねチェックいただければ、はい、載ってますんでぜひ見てみてください。ということでどうもありがとうございました。ありがとうございました。お家にあるでっかい器にメロンソーダ注いでみてください。テンション上がること間違いないですよ。詳しくは概要欄見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。